ウィリアム・アダムズ、1564年9月24日から1620年5月16日、元和6年4月24日は、江戸時代初期に徳川家康に外交顧問として仕えたイングランド人航海士、水先案内人、貿易、三浦按針の日本名でも知られる。1564年、イングランド南東部のケント州ジリンガムの生まれ、船員だった父親を亡くして、故郷を後にし、12歳でロンドンのテムズ川北岸にあるに移り、船大工の棟梁、ニコラス・ディギンズに弟子入りする。造船術よりも航海術に興味を持ったアダムスは、1588年に奉公の年限を終えると同時に海軍に入り、フランシス・ドレイクの指揮下にあった貨物補給船リチャード・ダフィールド号の船長としてアルマダの海戦に参加した。翌1589年にはメアリー・ハインと結婚し、娘デリバレンスと息子ジョンを設けている。しかし軍を離れてロンドン会社の航海士、船長として北方航路やアフリカへの航海で多忙だったアダムスはほとんど家に居つかなかったと言われている。航海で共に仕事をする中で、オランダ人船員たちと交流を深めたアダムスは、ロッテルダムから極東を目指す、航海のために、ベテランの航海士を探しているという噂を聞きつけ、弟のトマスらと共に、ロッテルダムに渡り志願する。航海は5隻からなる船団で行われることになっていた。司令官のアダムスを、ホープ号の航海士として採用する。こうして1598年6月24日、船団はロッテルダム港を出港した。しかし航海は惨憺たるありさまでマゼラン海峡を抜けるまでには、ウィリアムとトマスの兄弟はリーフデ号に配置転換されていたが、トマスが最初乗船していたトラ号は東、インド諸島でポルトガル、フライでボートスハップ号はスペインに拿捕され、一隻はグレタ・ヘローフ号は続行を断念して、ロッテルダムに引き返した。生き残った2隻で、太平洋を横断する途中、ホープ号も沈没してしまい、極東に到達するという目的を果たしたのは、リーフデ号ただ1隻となった。その上、食料補給のために寄港した先々で、赤痢や敗血病が蔓延したり、インディオの襲撃にさらされたために次々と船員を失っていき、トマスもインディオに殺害されてしまう。こうして、出港時に110人だった乗組員は、日本漂着までには24人に減っていた。関ヶ原の戦いの約半年前の1600年4月29日、慶長5年3月16日、リーフデ号は、豊後臼杵の黒島に漂着した。自力では上陸できなかった乗組員は、臼杵城主、太田和義の出した小舟でようやく、日本道を踏んだ。和義は長崎奉行の寺沢広隆に通報した。広隆はアダムスらを拘束し、船内に積まれていた大砲や、火縄銃、弾薬といった武器を没収した後、大阪城の豊臣秀頼に指示を仰いだ。この間にイエズス会の宣教師たちが訪れ、オランダ人やイングランド人を即刻処刑するように要求している。結局、後大老主座の徳川家康が指示し、重体で身動きの取れない船長、ヤコブ・クワッケルナックに代わり、アダムスとヤン・イコール・ヨーステン・ファン・ローデンスタイン、メルキオール・ファン・サント・フォールトらを大阪に護送させ、合わせて船も開港させた。5月12日、慶長5年3月30日、家康は初めて彼らを引見する。イエズス会士の中心で、リーフデ号を、海賊船だと思い込んでいた家康だったが、露呈や航海の目的、オランダやイングランドなどプロテスタント国とポルトガルスペインらカトリック国との紛争を臆せず、説明するアダムスとヤン・イコール・ヨーステンを気に入って誤解を解いた。しばらく乗組員たちを投獄したものの、執拗に処刑を要求する宣教師らを黙殺した家康は、幾度かにわたって引見を繰り返した後に釈放し、上地である江戸に招いた。江戸でのアダムスは帰国を願い出たが、叶うことはなかった。代わりに家康は米や俸給を与えて移留し、外国使節との対面や外交交渉に際して通訳を任せたり、助言を求めたりした。またこの時期に、幾何学や数学、航海術などの知識を家康以下の側近に授けたとも言われている。やがて、江戸湾に係留されていたリーフデ号が沈没すると、船大工としての経験を買われて、西洋式の帆船を建造することを要請される。長らく造船の現場から遠ざかっていたアダムスは、当初は固辞したものの受け入れざるを得なくなり、伊東に日本で初めての造船ドックを設けて80トンの帆船を建造した。これが1604年、慶長9年に完成すると、気を良くした家康は、大型船の建造を指示、1607年、慶長12年には120トンの船舶を完成させる。この功績を称した家康は、さらなる移住の意味もあって、アダムスを250石取りの旗本に取り立て、立脇を許したのみならず、相模国一味に、採地も与えた。また、三浦按針、按針の名は、彼の職業である水先案内人の意。姓の三浦は、領地のある三浦郡にちなむの名乗りを与えられ、異国人でありながら、日本の武士として生きるという数奇な境遇を得たのである。後、この所領は、息子のジョゼフが相続し、三浦按針の名乗りもジョゼフに継承されている。1613年、慶長18年に、イギリス東インド会社のクローブ号が交易を求めて、日本に来航した際、一向に付き添い、家康らとの謁見を実現させ、貿易を許可する、朱印状を取り付けるなどの手助けをし、1614年、慶長19年のクローブ号帰還の際には、一緒に帰国できる許可が、日英両方から出たが、同船司令官のジョン・セーリスと馬が合わず、帰国を見送った。セーリスは、何事も日本式を強要するアダムズが気に入らず、アダムズは、セーリスを、生意気で無礼な青二才として嫌っていた。一行が去った後は、それまで手伝っていたオランダ商館より安い賃だったが、母国イギリス商館の仕事を手伝った。家康に信頼された、按針だったが、1616年、元和2年4月に、家康が死去し、後を継いだ、徳川秀忠をはじめ江戸幕府の幕臣たちの方針で、貿易を平戸のみに制限し、鎖国体制を敷いたため、按針の立場は不遇となった。以降の按針の役目は、天文官のみとなり、幕臣や次期将軍候補の徳川家光らに警戒されながら、按針は憂鬱な状態のまま、1620年5月16日、元和6年4月24日に平戸で察した。55歳であった。鈴木カホルは、徳川家康が、ウィリアム・アダムスを外交顧問として雇用した理由は、自領の関東浦賀港に、スペイン人交付を招聘し、スペイン領メキシコで行われている、画期的な金銀精錬法、アマルガ法を導入するためであり、その交渉に、アダムスを当たらせたという新説を提唱している。その理由として、アダムスは、家康と謁見した際、日本との通商を請うたにもかかわらず、オランダとの通商が成立したのは、アダムスの日本来航から9年後の慶長14年、1609年7月、アダムスの母国イングランドとは、慶長18年、1613年8月であり、しかも、スペインのように家康からの働きかけではなく、両国の東インド会社の施設が派遣され、アダムスの斡旋により成立した、いわば家康にとっては受け身であること、家康が、浦賀港の入港を指定したのは、スペイン商船のみであること、そのために、三浦郡浦賀邸と逸見村の採地を与えたことなどを挙げている。浦賀港に、スペイン商船が入港する都度、西国から商人が浦賀に急行し、浦賀は国際貿易港として、賑わい世界にその名を轟かせた。ウィリアム・アダムスのマニラ、スペイン領交渉により、浦賀フランシスコ修道院が建立され、江戸の修道院とともに、関東におけるキリスト教伝播の起点となった。ウィリアム・アダムスが外交顧問としてその本領を発揮したのは、このマニラ都会であるという。帰国を諦めつつあったアダムスは、1602年、慶長7年頃に、大伝馬町の名主で家康の御用商人でもあった、馬込影右平左衛門の娘、おゆき、マリアと結婚したとされてきた。しかし、馬込景家の娘とする説は1888年、明治21年の横須賀新報、1892年、明治25年の菅沼定風、日本商業誌が初出であり、現実的に景家本人の娘とは考えられず、実際の出自は不明である。また、おゆきという名前も1973年、昭和48年にし、一郎の小説、海の侍を初出とし、牧野正、青い目の侍、三浦按針の英訳書を通じて誤って広まったものでり、資料上夫人の名前は残っていない。彼女との間には、息子ジョゼフと娘スザンナが生まれている。按針は1609年、慶長14年、平戸のイギリス商館開設に関わった。三浦按針終焉の地、平戸市疋田町431番地には、石踏みが立つ。三浦按針は、平戸のイギリス商館付近にあった、外国人墓地に葬られた。しかしその後、キリスト教弾圧の中で、平戸商館と共に、外国人墓地の破壊が行われたため、埋葬地の正確な場所は、はっきりしない。1931年、先方にほど近い三浦家で、按針墓として伝えられてきた墓から、遺骨と遺品の一部が発掘される。三浦家は、通時の末裔であり、密かに、按針の遺骨の一部をもらい受けて埋葬したという、口伝があった。1954年、昭和29年、イギリス商館跡近くの先方公園、平戸市大久保町に、三浦按針の墓が建立された。1964年、昭和39年、アダムスの生誕400年に際し、イングランドの妻の墓地より小石を取り寄せ、夫婦塚とした。毎年5月下旬には、墓前で按針忌が催される。神奈川県横須賀市の逸見には、三浦按針の領地があった。同地、横須賀市西逸見にある、東光山浄土寺が三浦按針の菩提寺となっており、按針が東南アジアからもたらしたといううたたら用や念持仏が収められている。横須賀市西逸見町の塚山公園には按針夫妻の慰霊のために作られた2基の供養塔、宝箱院塔があり、按針塚、按針塚、三浦按針墓と呼ばれる。江戸時代、三浦按針は遺言によって、江戸城を遠く望む逸見の地に葬られたと伝えられるようになった。また、江戸時代後期には、浄土寺や日本橋安割町の人々によって、按針の法要が行われた。日本の開国後、ウィリアム・アダムスの墓探しが行われた。1874年、明治7年、横浜に住む実業家、ジェームズ・ウォルタースによって、逸見の浄土寺から古い2基の宝箱院塔が見出された。この頃には、逸見では、これが按針に関わるものという伝承が失われていたようである。ウォルタースは、按針塚周辺の荒廃を憂いて、修復を行い、横浜居留のイギリス人や地元の人々などからも、縁が行われた。1902年、明治35年に結ばれた日英同盟を契機に、按針塚周辺の大規模な整備が行われ、塚山公園が作られたが、これに際して発掘調査が行われ、埋葬地ではないことが確認された。1923年、大正12年3月7日、三浦按針墓として国の史跡に指定された。塚山公園では、第二次世界大戦以前から按針祭が挙行されていた。日英間で、交戦状態になった第二次世界大戦期の中断を挟み、三浦按針墓前祭、三浦按針祭などの名称で記念行事が行われた。1997年、平成9年以後は、三浦按針祭観桜会の名称で、毎年4月8日に挙行されている。1982年、昭和57年に、横須賀市とジリンガム市は、姉妹都市提携を行った。ジリンガム市側の自治体合併によって市が発足したため、1999年、平成11年以降は、メドウェー市と姉妹都市関係ある。按針が洋式線を建造した静岡県伊東市では、按針メモリアル公園が作られ、銅像がある。毎年夏には、按針祭が開催され、日程の最後には、安仁祭会の花火大会が挙行される。1982年、昭和57年に伊東市とジリンガム市は姉妹都市提携をしており、1999年、平成11年以降はメドウェー市と姉妹都市関係にある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。